旅ちょっとしゅうチャンネル。皆さんこんにちは。旅鉄道しおチャンネルのしおちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は熊本在住の友人 H さんから熊本電鉄の動画が送られてきましたのでご紹介したいと思います。 H さんどうもありがとうございます。これからこの電車に乗って終点の三次を目指します。ここで簡単に熊本電気鉄道の歴史を振り返りたいと思います。1909年8月15日、菊池軌道株式会社として設立。1923年8月31日、全線点火。1948年1月1日、熊本電気鉄道株式会社に社名変更。そして1988年1月11日、三次菊池間が廃止となっています。この年表を見ると、非電化の軌道で始まり、後に電化され、実情に合わせ社名を変更していますね。ここで話は変わりますが、この唐揚げは堀川駅隣、浅草唐揚げゆかりで販売しているそうです。この唐揚げを食べながら電車に乗るっていいですね。まもなく北熊本に到着です。この駅は上熊本線の分岐駅であり、車庫があります。このくまモンラッピング電車は以前東京メトロ銀座線で走っていた 01系ですね。すぐに接続して出発します。終点の三次に着きました。バスと同じホームで乗り換え可能となっています。以前は一面二線の駅だったんでしょうね。電車はラッシュ時15分ヘッド、日中30分ヘッドで運転されています。堀川駅に戻りました。一面二線の交換可能駅です。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。